うわーこぼれた。はい、こんにちは、ピカです。今日ね、グランツーリスモ7やっていきたいと思います。今日何をするかというと、セナの F1 で Uber Eats 配達していきたいと思います。はい、そしてね、モーションシムを使って Uber Eats の中身がさ、よくこぼれてることあるじゃん。それをね、どうしてこぼれるのかっていうことを検証していきたいと思います。モーションシム無駄に使っていくわ。まあ、ちょっとね、説明したいと思います。はい、こちらがね、8軸のモーションシムになりますね。筐体が動くんですよ。そしてね、ここに Uber Eats の箱じゃないんだけど、箱をね、ちょっと模したこんな感じでね、なんかスタバのね、コーヒーを頼んでみました。これ頼むとさ、結構この中でどんな動きしてんのかなみたいなね、箱の中でっていうのをちょっとね、この装置モーションシムを使って検証したいと思います。これね、このままだと動かないじゃん。実はこっちの筐体で運転すると、そのモーションがね、こっちにも伝わるっていうね、そういう仕組みになっていて、なのでこれでね、モーションさせて、はい、こちらの上のカメラで中を撮影してね、 Uber Eats 頼んだ方ね、本当に疑問だと思うんだよね。なんであんなこぼれるんだよっていうね。なのでそれをね、実際検証していきたいと思います。はい、それではね、セナのマシンに乗ってきました。クラッチつないでスタートすると、あ、もう動く、もう動く。ブレーキかけると、加速と、ブレーキかけると前に行く、ブレーキかけると前に行くっていうね。さあ、これで中身やばやばいね。もうちょっと大きくする。やばくないこれ。そーっと走ればいいんだ。ちょっと待ってね。お、ぶつかる。そーっと走れば、おお、大丈夫大丈夫。ブレーキ、そう、あ、でもアクセル戻した瞬間、おお、こんくらい動くんだ。ブレーキかけたら、急にかけたらやばい、急にかけたらやばい。ブレーキ急にかけたらまずい。やばいね。左右に曲がるとき、そーっと曲がれば大丈夫。これ F1 である意味あんの？F1 である意味あんの？大丈夫かこれ。そーっと運ぶぞ。おお、シフトチェンジがやばい。シフトチェンジがやばい。150キロでも、おお、シフトが、おお、シフトショックがやばい。おお、大丈夫だ。お届けに向かってます。時速300キロ、300キロ。お、安定してますね。F1 マシン安定してます。ちょっと待って、これどうやって止まったらいい、どうやって止まったらいい。コーナーが来る、そーっとブレーキ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 、そーっと、そうだよ、そーっと走れば問題ないんだよ。ウーバーイーツの人たち、いつもね、お世話になってて、ご苦労様ですね。あくまでもこう検証でね、F1 マシンだからね、皆さんの乗ってるよね、自転車とかバイクとかね、そういうのだとこんなにならないと思いますけど。よし、おお、シフトはやばいね、シフトショックやばいね。さあ、うおー、やばい、シフトがやばい。ちょっと普通に走ってみる。やばい、ブレーキングがやばい。抜けた、シフトが。やばい、飛んでいく。これは荷物、え？
目測入ってフルブレーキ。これやばいな。首都高とかだと意外と大丈夫なんだな。左右に振ると、あ、左右に振っちゃうので、やばい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 、コーヒーこぼれるわ。300キロでスラローム、え、何こぼれてるとき300キロでスラロームしてんのみんな。どうやって、やばい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 。やばいな、300キロで結構。やばいな。一応ね、カメラは固定されてるからね。あ、大丈夫だ。この梱包すごいね、本当に。まあ、実際 M1 マジの G がかかってるわけではないけどね。結構揺らしても、よっしゃ、行け。こぼれないね。むしろなんか、うわっ。むしろなんかわかんない。こぼせるかどうかみたいな話になってるけど。あ、ぶつかる。おお、ブレーキ効く。お、大丈夫。これでも大丈夫だ。相当やばいな。やばい、ちょっと待って。大丈夫。演奏した。どうやってやったらこぼれるか、どうやってやったらこぼれるか勝負みたいになってきてんだけど。こぼれねえ、こぼれねえと動画終わんねえんだけど。すげこぼれない。え、どうしよう。こぼれないと動画終わんねえんだけど。これえ、やべえ、コメント欄がなんだよ、こぼれねえのかよってなってる、なっちゃうよねこれ。いや、絶対こぼしてやる、絶対こぼす、こぼすまでやる。うまい具合に、いや、結構これ結構揺れてんだよ、結構揺れてんだよ。ちょっとカメラこっち向けようか。向こうにある、ちょっと見て、すいません。このね、このここに乗ってんのよ、ここに乗ってんのね。はい、こんな感じでね。はい、上にカメラあるじゃん、こんな感じ。こんな、いや、ギターがあるけど、こんな感じだったですよね、これね。で、今そこに乗ってんだけど、箱が乗ってんじゃん、そこに乗ってんのよ。でね、いや、結構揺れてんのこれ、ほら左右でしょこれ、
結構こぼれねえ、こぼれる設定だったのに絶対こぼす、絶対こぼれないウーバーイーツの梱包 VS アイルトンセナ。ね、おこたて対決、なんとしてでもこぼしたい俺と、俺 VS 前後前後前後、あ前後キックかもしれない、これいくわ、これ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 前後は何をやってんだこれ、前後左右絶対こぼすんだ、絶対こぼしてやる、こぼれない、こぼれない、いや絶対こぼす、絶対こぼす、結構動いてるよねモーションシム、お前はこんなことをやるために生まれてきたのか600万ぐらい600万ぐらいするんだけどこっちこっちも、いや2つ合わせると結構なんか分かんないけど1000万ぐらいじゃないかなっていう何をやってんだ俺、いやこぼれないね、このもうちょっとこう蓋を開けといたら絶対こぼれてるけどね、だからこううまい具合にさ、こう左右にこうこのなんか振動数を使って左右のこうこの箱を落としちゃうぐらいの、もう勢いをつけてこう、あそうこう、いやー勢いつかない、何のゲームだこれ、スピンしたらこういう動き、いやちょっと待って、絶対落とす、ねえスタバ、ちょっと待って、スタバって本当に稀にこぼれてることあるけどさ、逆にどんな運転してんのみんなこれだけやってもこぼれないのにさ、こぼれてるときってどんな運転してんの、これがさ、これ結構効くよね、だからさもうちょっと、あ、ぶつけるの意外と効くかもしんねえな、300キロでぶつけてみようか、バーンってなった時、あ、でもやっぱり、あ、やっぱり高速でスラロームが一番やっぱ G があるんだ、横 G は、いや結構揺れてるぞこれ、ぶつけろ、はい、ということでやってきましたけど、やってきましたけど結果どうなったかちょっと見てみようか、はい、コーヒー持ってきました、結果を言うとすごくないこれ、全くこぼれてない、この梱包最強だね、やっぱ考えられてるね、スタバのコーヒー、でもこれがこぼれてることあるってさ、どういうことなの本当に、スタバのね、この梱包最強っていうことでね、はい、じゃあねコーヒーをいただいていきたいと思います、うわーこぼれた、うわこぼれたなんでなんでここでこぼれた